69式戦車、79式戦車は59式戦車をベースに開発された中国発の国産主力戦車であり、世代としては第一世代戦車に属する。69式戦車は1981年9月の軍事パレードに、79式戦車は1984年10月の建国35周年記念の軍事パレードにそれぞれその存在が確認された。 特に6 9通式戦車は2000両以上の輸出に成功。1980年代の紛争地域にその姿を表す。西側の戦車技術を取り込み開発された69-3式戦車は1986年に79式戦車の名称で正式採用され500両余りが中国国内に配備された。式戦車と式戦車を経て、 中国は1963年から本格的な国産戦車の開発にかかった。1969年の中祖国境を紛争時に六角した T-62 戦車などの技術も盛り込み研究が進められた。開発は内モンゴル自治区にある617工場が担当。69式戦車のプロトタイプは軍部の要望を満たすことができなかったが、69。 愛式戦車と69通式戦車が同時開発された。軍部による両車種のトライアルの結果、69通式戦車が正式採用された。1980年代の改革開放を境とした西側諸国との関係改善に伴い69式戦車は西側戦車技術を導入する形で大幅な改良が加えられた。最も大きい点は、 当時の NATO 軍で標準規格だった L7 系 105mm ライフル砲のライセンス生産に成功したことである。この他にも新型のレーザー測定器や射撃統制システムも搭載され攻撃においては世界標準に到達した主力戦車を中国が初めて持つことになった。防備の面でも余圧式の対 NBC 防御装置と 自動消火装置を一体化したシステムや4連装、発煙弾発射機、パッシブ型の暗視装置なども導入された。こうして完成した69スリー式戦車は1986年に、正式に79式戦車として採用され1980年代末までに、国内向けとして500両以上が生産された。12150リットルから 7BW4。 ストローク V 型12気筒エンジンを搭載し、馬力は59式戦車の 520HP から 580HP に強化された。79式戦車でも同エンジンが引き続き使用される。一部資料では強化版の 730HP エンジンに変更されたとある。ちなみによく69式戦車は、ソ連の T-54 戦車や T-62、 戦車のコピーと言われているがこれは誤りである。外観が似ていることや、輸出先の国で名称を統一する意味で、中国製戦車がソ連製名称で呼ばれたため起きたものとされる。1980年代のイラン・イラク戦争で69、式戦車は、イラン・イラク双方への輸出で、最も成功したとされ、特に、サッターム・フセイン政権時代のイラクは、世界最大の輸入国であり、 湾岸戦争やイラク戦争でも戦力温存を優先された共和国防衛隊の T-70 によりイラク軍の装甲部隊の大部分を占めることから最前線に投入され 2A46-125mm 格好砲や追加装甲を装備させるなどイラク軍は様々な改良を施していた中国は見返りでイラクから手に入れた10-57から2で 習得した技術で69式を改造した80式自走機関砲を作った。また、1989年の天安門事件の民衆弾圧の際の一人の市民が戦車の前に立ち前進を妨げた有名なシーンに映っているのが69式戦車であると言われることがあるが、実際は形状を等が似ている59式戦車である。試作型では、 中国製の60口径 100mm 格好砲を搭載していたが、射撃精度に問題があった。以後 69i 式戦車では、改良型の 100mm 格好砲が69、通式戦車では T-54 などに搭載されていた。ソ連製の D-10TG をコピーした59、式56口径 100mm ライフル砲がそれぞれ搭載された。 79式戦車では、L7 系 105mm ライフル砲を、ライセンス生産した83式 105mm ライフル砲を搭載、これにより西側同様のアップフスズ弾、ヒート弾、HE 弾など各種砲弾が発射できるようになる。83式ライフル砲は、後の80式戦車や88式戦車にも採用された。 格好砲を搭載する69式戦車69、通式戦車 69E マ式戦車、ダプルピンタイプの履帯を装着している、通信用アンテナを延長し通信機能を強化。1983年から生産。採用国クウェートに進行するイラク陸軍の69式戦車。ありがとうございます。